今から開けるよ。だってこれさ、いつもさ、めっちゃ悪いの下手なんだよね。見て。さえちゃんがくれたチョコエッグ。なんでくれたんだろう。母さんこんばんは。1兆円で1回1週間やらせない。大丈夫。注文1年前の11月になって辛いよね。生きてるだけで辛いよね。ここよくマークがない。わかる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 。わかんないな。しよし、あ、つなぎっていうのは、私たちのね、曲と曲の間に移動することがある。なぜかというと、アウトロペコちゃんついてることが、そのまますぐ流れる。あ、鼻寒。今日は1、2、3、4、5、6。鼻寒じゃない。寒。鼻水出るのも、そこだった。鼻寒って。なんだこれは。あ、落ちた。バララ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 ラ。ここに説明書が入ってる。待って。今日もお腹いっぱい降ってたんですけど、近所からダンスが、近所のでやりきってダンスは、いつも通り。これは何だと思いますか？の時に入れ替わりで。絶対違うやろこれ。マイクの置き渡しが。こっちか。あれ？メンバー19人。これカエルなのか帽子かと思った。総入れ替え、ほぼ総入れ替えだから、もうそれをどう。これはのび太のマンニャン時空伝です。ダンスからこれからボーボーボーパーリーパーリーと言ってながらマイク受け渡しして、なんで、ね、そのままこれやるの下手くそかもしれない。こういうカレーは最初からやるのはすみません。で、こういうカレーは最後までやったんですけど、最後の最後ね、興味なかったらごめんね、のしゃれとして。こういうカレーまでの最終最後の形が2列なんですよ。4人3人列なんですけど、今日は4、3の形でステージ一番後ろからさえちゃんがくれたチョコエッグ。その髪は違ったらどうしよう。多分そうだよ。映画ドラえもんのび太の万年時空伝。ありがとう。集合場所に行ったらさえちゃんがくれたしおりさん、はい、ありがとう、ありがとうって思いました。くわ、これのび太くんでした。一口食べれない。ちょっとさ、このチョコめっちゃ好きよ。ホワイトチョコもさ好きだし、チョコ食べてもいい？すごい上手かった。チョコなんで好きだったの？チョコエッグめっちゃチョコエッグ好きだよ。中学校の時はめっちゃ友達とハマってて、マリオだったかな、マリオめっちゃ買ってた時期があった。中学校いつかずっとやってた友達と。
クシーハイボール好き？これ美味しいけどさ、1個で開けるよな。結構ちょっとなんかハイボールって感じなんですけど。じゃあもうごめんない。ご時世的に工場的な山とかさ、そうよね。なんかリンちゃん、アリスさん、ヤッホー。私って言うので。名前言うタイプ。声、あ、出せないわ。ちっちゃいる、ごめんない。ハイボールの時って、うん、弱いのにハイボール。うん、サンデーさん、ナミさん、ごめんない。今日は君の推しメン。コマさんに助けられた一日だったよ。出前曲もね、こういう感じで曲のつなぎ方ここチョコレート、あんま食べたことない、美味しいよ。なんかね、こうなっちゃったよ。ホワイトチョコと黒チョコの混ぜ合わせ。ヤマトのディスコの日が昇るからのジャンピンアップジャパンのつなぎ方2種類考えた。ガッさん、星ありがとう。あ、伸び犬シシシさん、ヤッホー、ワンワン、福くこんばんは、マーさん、ヤッホー。はい、じゃあ感じだよ、ちょっと怖くない、体にビールしか合わない。人によってはさ、ビールの方が次の日に残っちゃうとか気持ち悪くなったりする。チョコ全然食べない、今日めっちゃチョコあるんだけど。これ自分で買った、これリベの名前でもらった。これはゆみちゃんがサンタさんになってくれたの。なんか今日着替えようと思って楽屋帰って、お片付けしてて、衣装をね、あれに入れようと思って、カバンに入れようと思ってリュックを開けたら入ってたの。ええーって入ってる、やったって言ったら私ですって、キャーって叫んでたら、今日もかわちいいね、ありがとう、ペコちゃんの方がかわいいよ。てかなんかなんだっけ、あのさ、ソルさんのさ、あのワンマンとさ、写真 0.2 秒に見つけた、でかすぎて開いたよ。とハルビズライバーアイドル多分ね、風邪ひいたんですよね。ちょっと食べて、しょうちゃんに300円払ってそのチョコエッグあげる、アルバイトしてほしい。あ、そう、今日ね、あのリリーベで、ビレバンの時に、お買い物特典っていうのがあって、2人でビレバンの中をお買い物できるんですよ。で、例えばお揃いのものを買ったり、あとは普通なんか欲しいもの買っていいよって言われたりして買ってるっていうお買い物特典をするんですけど、今日はなんか主人、あの人にね、物を買ってもらうのはね、苦手っていうかね、おねだりするの苦手なんです。今日は好きなもの買ってって言われて5分間は見えちゃった。5分間迷ってなんかどうしようと、何でも好きなこと買っていいよって、物買っていいよって感じだったんだけどと思ってこれを選びました。そこへんくもっと選びないみたいな感じで顔をされましたが、申し訳なくなっちゃってね、あのこちら200円もする今までは一番買ってもらったの T シャツとか、あと T シャツとかパーカーとか、今まで何買ってもらったこと、パスケース、お菓子、お菓子結構なんか買ってもらう、なんかいつもライブの時にはね、お菓子で、ね、撮影食べ物の写真できないけど、こういう時はできるから多分 ね、いっぱい買ってくれるの食べ物で、ね、ラーメンとか辛いラーメンとか、あと何買ってもらったことあるか、ぬいぐるみとか、今日はなんか買っていいよって言ってめっちゃこれです。面白い、中身開けよう、これも中身は開けます。ちょっとこれめっちゃ綺麗に開けたい。黒糖、あっ、綺麗に開けれた、見てお宝だった、これみたいな。チョコレートは一回箱にしまって、チョコは後で食べる。食べる、食べる、俺も大変だから今度大人が、コープ割れた、ちょっと手痛いよねこれ。全然わかんない、でもカクテル系の甘いのいっぱいあるよね。あ、
かないよ。そう、チョコエッグ。こんばんは、久しぶりにしょうちゃんダンス見れてしょ。え、ありがとう、嬉しかったし、でもてんてん今日いた。あれあれいると、さあこれさ、いつもドアに挟んで開けてた、こういうタイプのドア、お部屋のドアで挟んで開けてたよ昔。おうちでスーカーパパに開けてもらう。わっ、えタックいっぱい入ってるだよ。金魚の、最近近所のスーパーのポケモンのしか、え、ポケモン見てない全然。あ、どういうこと、これあれや、鉄人なんとか兵、鉄人兵なんだっけ、鉄人兵なんとか、これどうやってやるんだろう。しゅ、好きなのにさ、組み立てるの下手なんだよね。食べ方かわいすぎか、嘘すごいバリバリバリ食べてたんだよ。人に崩壊したっていいこと言うよね、すごくしみた。なんかさ、今日すごい、いつもだけどさ、なんかさ、少量資産とかもだけど、メンバーとかもさ、なんかすごいさ、周りの人が人すぎて、なんかどうしようみたいな、なんか恵まれたなみたいな、少量もなんかそう人に思わせたいなみたいな思って言いましたよ。これどうやってやるの、誰か組み立てるバイトしない？しおりのチョコエッグを割るバイトと、これを組み立てるバイトを探してます。時給は何じゃないでしょうか。時給は1日しおりちゃんと過ごす。これってやるんだ、ちょっとやり方が分からない。え、食べてるしおりちゃんしか、あ、本当？でも一緒食べてようかな。なんかわかんないけどさ、食べてるとこ好きってさ言ってくれる人いるよね。なんでなんだろう。え、なにこれ、もしかしてチューするのかな。エッチじゃん。こういう方？あのペコを探せはだいぶだ簡単すぎた、ワルタ。あ、鼻噛みすぎた、鼻真っ赤よ。メイク取れて。今日おやつくらいにウルバ行ったんですが、20時遅くて。え、嘘！そうなの？ワンちゃん会えたかも。なんかのび太と鉄人兵団、兵団だった、兵までしか分かんなかった。あ、そういうことか。のび、ドラえもんが前だったわ。ドラえもん後ろで設置しちゃった。今日も虫鬼が好き好き好き、ありがとう。のび太くんじゃない、ドラえもんがこっちで。そんじしの言い方してみて。今日あの特典会これだったからね、マスクの下。あのバレたら負けっていう。コマさんとリマさんだけ知ってたの。今日特典会前に近くにいたので、ね、2人でバレたら負けねって誰にもバレなかったから塩の勝ち。今日はえー、できない。あ、こんばんざい、みよちこんばんざい、ルキちゃんこんばんざい。はい、さすがさすが塩ちゃんなら、え、何が、これをやって、これガンダムじゃん。すげえ、俺のバッグにはこいつがいるんだ。え、声
これは今日お買い物特典で買ってもらったチョコエッグの中身でした。イエイ。寒いね、本当に寒い。背中にね2個カイロ貼ってるよ。見せてあげようか、服脱いで。え、何番だった？なんちゃって。チラッ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 、ヤッホー、むひろさん、ヤッホー。今日いっぱいストーリーみたいな、え、なんて言うんだっけ、なんとかを更新してたね。週もあれさ、飽きちゃった。なんとか食欲の中身を食べましょう。ガスより酒多い。何が？はっ、ほっぺにチョコがついちゃった。ワイン、あ、だってさ、あんまりそういう知識がない。あのファミレスのガスないんだっけ？あれって、まあ、イタリアンの方。チョコ来たく、チョコじゃん。そこに乗っかって、すごい感想。ほかか。パパくんかかしかいるな。ほうきなの。よちこんばんない。かぶった石もいっぱいかぶってるよ。このドラムのプラモデル。プラモデルやったことない。あ、つるめよ。やっほー。やっほー。え、飲んだことない。それで何がバイト条件は、しおりちゃんが好きで10番台、中番、15番の人。ワンチャン2列目真ん中か、あといっぱい食べても分からない人ぐらいじゃない。え、多分番号いいと思う。やったね。だって噛み立てるバイトする。わっ、ムカムカする。ふむちゃんだ、やっほー。むしろさんとコンボだけ違う、交互にもしないみたいな。はっ、鼻がチョコになっちゃった。あ、待って。当たりと外れがあるの。すごいにゃん。ブレールチュース。あれね、コマちゃんに。ドラえもんは結婚しちゃダメよ。マジでポチってる。まあそんなことがいい。じゃあバカバカバカ。ムクだよ。14だけあるの。もうちょっとじゃ。すごいかかるじゃん。え、めっちゃびっくりした。おしだけ出てきて。余ったの持ってくるの。あ、そういうのあるんだ。売り切らんかったってしたら持って帰っていいんですよ。それすごいね。でも、未開封のワインをそのまま持ってくるのは、うん。こいちゃん、やっほー。うん。っていうかわかるよ、14時。池袋に寝て。池袋に行って、パルコ、なんかね、場所がね、まだね、100% 決まってなくて。食べ方やば。もうなんだ、入ってるだけ。ダムさんに向けてチョコ取れてる。チョコつ、え、汚くてのまり。ビビった。汚い。ちょいちょい好き、ビコマサイ。今日いっぱいチョコもらって嬉しいな。14日詳細出てるって。14日が
とゆみちゃんにもらった。これはひよりちゃんが、これはスタッフさんが、余ってた大事なの、楽屋で余ってる食べ物は全部回ってきますよ。あとメンバーが食べきれなかった時、ちょっと濃いな。まあ落ちるか、しゃべってたね。筋肉者がバックにいるタイプの俺に誰かしたらこいつがいるんだからな、脱がないで嘘だよあんまり露出はしたくないから、ね、普段は。フリーとか、フリーとちょっと、ね、飽きた。最初ね嬉しかった。コアクト、え、コアクト食べてる YouTube めっちゃ見てた。なんかさ、あれしょ、硬いガリガリガリの、あのあれが食べとったら、あのさ、清潔かのちゃんが食べてる YouTube。 チョコ役のチョコ甘す、あ、わかる、甘い、甘いけどでも好きや。喉がイガイガする。プラモデル対象年齢6歳くらいだから、あ、そうなの、それならばできるか。チョコできるとニキビとかでね、え、出る出る、余裕で出るしね。油物とね、チョコとナッツ、ナッツ系食べたらめっちゃなるけど、全部好きなんだよ。油系はあんま食べないけど好きよ。唐揚げとか油が乗ったお肉とも大好きだけど、あの胃もたれするからいつも食べる。でもチョコとか大好きだからいつも食べて、あーってなる。ピーナッツとかも好き。あ、でももう好き、なくなってきたよニキビ。実際ニキビできてもすぐ治るんででもよくできるな。だいたい1週間から10日でなくなる。何もなかった感じ。また今日さ、ツイート見ました。あのさ、よくあるじゃんさ、ポップをポッキーとかをやってみるね。あと食べよう、これポッキーとかはさ、昔プーさんとポッキーゲームするから見ててよあ、この子を挟んでくれそう。あ、いいや、可愛いのこっちだ。うえ、こうやって今日さ、ツイートしたし、レアちゃんに楽屋で言ったらキモって言われて、リオさんに苦笑いされた話なんで、こうさ、食わさせるのよポッキーを。でポッキーをすると、おめえきをするのってちょっとやりたかったの、レアちゃんに。でやろうかと思って、今日ねポッキーをね買おうかと思ったんだけど、いざそれが本当に行われたことを考えたら恥ずかしすぎて死んだので、買わなかったでした。やってみたい将来の旦那にやってもらう。ああ今日の水、ちょっとおしめいこ、エビアン、よし、プラモデル、あ、コアラみたい。14でショーだよ。めっちゃ今月ねライブがいっぱい。でも台湾ライブはもうほんとね、週に2回くらいしかないよ。2回か3回か。だけどリリーベがプラスで3回くらいあるから多いよ。ツイッターのりと死後話とかおなすいとか残る必要ないやつか、いいかと思う。ツイッターのりとどういうこと見るのだるくなっていっぱいいるから、ほんと見たい人だけ見ればいいかと思って、いつも少女がツイッターを監視してるように。ありがとう、見えたならよかったよ。いわちゃん、ちょっと待って、無言さんにちょっとね、せっかく来てくれたからメッセージを残して、夜明けに岩ちゃん、岩ちゃんって言おうとしたけど髪の毛ないから、ちょっとこれ違うわ、ちょっと髪の毛ある、これ妄想ツイート、そう妄想ツイート、
ついたね。そう、ピアノ。キモって言われた。最終的にキモも褒め言葉よ。キモいと思いました。こっちが勝ちさ。好きなら仕方ない、好き仕方ないと思いきや、視力あれ買うもん、あのあれナッツ、なんだっけ、ナッツ、カシューナッツとかバターピーナッツが好きだけど、バターピーナッツはバターピーナッツだけがいい。カキピーのカキピーは辛いから食べれない。ちょっとあんまり、お腹すいたね。あとは瞬間的に思ったことで後から見てもわかる。何か、あ、トラシュコマブヤ、ナイト中じゃなくて高速でポッキーを食べてて、そんなのできるわけないだろ。自分から自分からだってできるわけねえだろ。大掃除工に移す段でハワイになっちゃう。シュウちゃん可愛すぎて幻覚だ。ちょっとね、妄想したの、死んじゃった。妄想で恥ずかしくなった。ライトこんばんは、ぽよー。しおちゃん藤崎系流にが、え、違う、超適当。え、本当に絵が昔から下手でね、ちょっと困っちゃう。かわいいっしょ。キモさだな、マキやん。全然ムラムラキモくない。クギピンのカキだけもらうわ。よくね、間違えて買っちゃったりするとき、フミに全部あげる。ピーだけ食べるの。ピー、そのテイストの似顔絵が好きなの。適当だけど。じゃあ今度スグルちゃんのなんか描こう。適かな、描こう。今日あげるプレゼントを忘れて人権なかったので、しょうちゃんをお電話でお届けした。ええええ、何、未来デパート行ったってこと？あー、ごめんなー。今日いて嬉しかった、やっほーって思ったよ。なんか、ま、頭に白いのなんか被ってなかったっけ、なんか白いイメージ。もっと気持ち悪い、何な、妄想とか、何これ、気持ち悪い、もっと気持ち悪い妄想よくしてるけど。あとね、よく帰り道とかによくね、一人でね、妄想してるよ。あと、あの駅でカップルとかを見るとよく妄想してる。架空の彼氏と帰って呼ばれるの湧いた、震えた玄関作り、あ、よかった、直してね。チョコレートで作ったらいいと思う、玄関。妄想よくする、妄想。私好きなんだよね、あれ、もうあの駅とかでさ、よくさ、一応ついてるさ、いるじゃん、あのカップル見るの大好き。こうやって見てる。こうやってチラッどころじゃない、こうやって見てる。好き、見るの。あと酔った人見るのも好き、面白い、フラフラして。冬の間チョコレート喧嘩、可愛いでしょ。机はクッキー。小学生の頃帰り、小学生の頃、マジ帰り道ずっとやばい。小学生の時帰り道何してたっけ、覚えてない。石蹴ってた、石蹴り、石蹴ってた同級生と。あ、よくね、学校、小学校、超話変わるけどさ、小学校さ、あの田舎すぎてさ、家から学校に1時間歩いてて、いつも5キロぐらい歩いててさ、5キロもないか、5キロ、4キロくらい分かる、そんぐらい歩いてて、いつもさ、あの近くの友達とかと石を蹴りながら、1個の石をみんなで蹴るの。難しいとかにしてたよ。何したっけ、あと、あとは、朝みんなで登校してる時に車が通る、その車の鍵を踏まないゲームとか。よくしてた。あと、いつも学校行く時に
上級生でも下級生でもあのランドセルめっちゃなんかいじられてて、なんか気づいたらランドセルこうなってる、難しい言い方、パカのところをよくこうやってやられてた、知らない人とかに知らない男の子とかに。あギラス忘れたからお台場のダイブの時までチキを預けしたの。あのカッツの日か、もう一個歌う、もう一個歌う、嵐の曲、嵐の曲知り、いっぱい知ってる、嵐好きだから。僕もコンビニまで歩くたびに俺にしか見えない不石集中っていうか、本当いいと思うよ。今日何する、コンビニデートいいよね、冬に。おでん。そういう気持ちよりもさ、ツイッターのフリートに書けばよねじゃん。フリート飽きたんよ。できた時はなんか楽しかったけど、それはね、ストーリーはインスタが好きだから。飽きた、ちょっと。でもたまに見る。俺もカップルはガッツリ、いいよね見るの、ふふ待ってやれって、なんか役やるよと思ってこうやって見たら、あと喧嘩してるカップルはちょっと見るの辛いから見ないようにしここで喧嘩しちゃダメだよー。足面2度目まして、これからキリオの石を献上します。だからいい石があるんだよ、切りやすい石が、なんか、ね、いい感じの、おー何人かね蹴ってね、学校もね、そうそうそう、みんなで蹴っていく。で男子がねめちゃくちゃ蹴るって、女子はなんかちょ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 、好きな子は車にひかれそうになるのを助けるモーション、あそれやばい、ひかれるモーション、ひかれる助けるモーション。それ周知のこと好きだったんで選んだせいで、でも女子とかでもやってたよ、投稿班っていうのがあったのよ。なんか中の投稿班は7人ぐらい、投稿班いろんな小学校1年生から6年生までのいて、7人から10人ぐらい、年によるけど、でなんかいつもその班で一応行くんだけど、あの全然関係ないやの、関係ないっていうかちょっと歩いててこうよく違う班、大体同じ時間に行く投稿班といつも合流していくのよ、やっほんで、なんかどんどん増えてて結局20人ぐらいよかった歩いて。でもそういう時期にやられてた、ランドセルの回こうやって押さえていってやめてよ、開けられるランドセルの蓋閉める委員会じゃん。私フミも妹も結構あのそれを見て笑ってたタイプだった。そういう気持ち、あ今は元気、元気逆に歌おうか、花束か、ラブステージ、ラブステージ歌って難しい、難しい歌歌ってもらおう。何しようかな。うん。虹。虹か。虹好きなんよね。虹か。難しい歌って。何マジカルソウル。あ、やばい、マジカルソウル。おしめによく蹴られるタイプ、やばっ、あ、オタクってことか、おしめに 蹴ってくださいっていうの、それとも気づいたら蹴られるタイプ、どっち。投稿班安すぎて、え、なんでなんでなんで一緒に行くのが一人だけ早く行ってたってこと、それともみんなで早く、つぶあんぱん、コンツバンパン、コンツバンパン、つぶあんぱん、しおりはこしあん派ですか、つぶあんぱん派ですか、私はつぶあんじゃない、こしあん派。水様の春菜に高いツインテール頼んだ人、あ、そうです、なんかいつかなんだっけ、なんか話しとって、春菜ちゃんと前のレッスンの時に話しとっただけに、それがツインテールやってって言って言った、今日やっててやってると思ったらどうですかって言ったから、
可愛いけど今度もっと高くしてやったらキャーって言ってた。私も特技1個あるんで。なんでツインテール好きなんですか。可愛いよね。はるなちゃん何でも似合うけど、しおりはすごくツインテールが好き。思春期。滑らないですね。まあそういう時もあるよね。しおりはまあだってさ、一生その小学校の6年間はさ、ずっと兄弟がいるのよ。あの2個上に踏みがおって2個下に妹がおってさ、こう入ってから卒業するまで小学校の時はずっといて、中学校もか、あ中学校は2年生の時はいなかったけど、そうずっと兄弟がいたから安心感があったのかもしれないよ。近づきたい、やばい、待って、私近づきたい。あれ難しいよね。あと息が苦しいさ、ムカつくって関係ない自分のこと、やばっ、なんで、すごっなんてことだ。それはよくね、飴配ってて飴配ってた、とご飯の人に朝持ってて、飴食べる、いやいや、いい、どうだった今日写真、今日なんかねさ、ニノに似てた、ピ今日の髪型がすっごいの、二宮和也、あの嵐のニノさんに似ててよかった。あとさ、顔にほくろあるの、ちょっと今坂上で見てどこにほくろがあるか教えて。1年妹、3年しおち、5年、あそうそうそう、そんな感じで、その妹、そうそうそう、だから入った時から卒業するまでずっといたから、なんかふみちゃんの友達も友達になるし、妹の友達も友達になるから、いっぱい友達いた昔東京に来てからは全然友達いないけどね。大学の友達もなんか挨拶する子はいるけど、こう一面みたいな、ずっと一緒にいる人は少なかった。やまやまちゃん、そういうももちゃんよ、あちゃん付けしてくれたの、ありがとう。カメラ撮るから何もセットしてないか、撮るからカメラ撮るから何もセットしてない。今写真見てどうだっただろう、ちょっとこうやって見たけど可愛くできたかわかんない、嬉しかった。別に誰とも仲悪いとかなんかだけど、なんか嫌で逃げてたら怒られた、怒られた、かわいい、そのなみたいやだやだ、それはかわいいな。死んじゃう、その反抗はしてもいやだ、いや僕違う、いやだ、また帰る取り切る、ありがとう。でも貼ってるよ今背中に、本当に見せたい、こうやってめくって今3つ貼ってるいつもね腰のね左右に貼ってるんですよ、下の今は首にも貼ってる、ここにちょっと続かない、貼ってる、あったかいお風呂って感じ。ちょっと待って、今日プレゼントが届きました、事務所にありがとうございます。ちょっと見てないだろうけど先を、ありがとうございます。楽しみです、しおちゃんのために熱をしてそれがずっとギュッてしとくね。私は今日もお席に寝かせたものをお疲れ様でした、しおちゃん今日もありがとう、来てくれて。最近これよく聞いてる、夜遊びさんのなんとかって曲、忘れた、はい、おーめっちゃいい、もこもこスリムウォーク初めて聞いた、シメジキットが好きでしょ、メジキット、その友達みたいな感じかな、強化全身、え、そう死ぬマジで、野外だって多分ね、屋上かな、
パルコの最初に池袋のなんだっけタワレコみたいな感じだった。そう、布団しか勝たんよね、わかる、こたつしか勝たん。ミルキット分かりました。次履いてみて、ミルキットめっちゃいいよ。なんかね、圧縮されて足も細くなりそう。ここにもうゴミ箱がすぐ捨てられる。履くの早いよってね、今日これは履いてない。雑、そう、開け方雑なんよね、しおり。何でも雑だけど乱暴は。そういう曲めっちゃ、そう、めちゃ聞いてる。なにこれ、プレゼントだ。めっちゃ好きこれ。最近聞いてる。あと最近何聞いてる？聞いてる。ちょっと忘れた。開け方雑選手権。コットン、コットンやばい、ね。今使ってるコットンめっちゃ綺麗で、開け方。ほら。使い方雑すぎる。ちょっといや、このまま。ほら、こんだけしか破れなかったよ。ほら、前のコットンめっちゃやばかった。うつすぎて。イエッサーイエッサー。パンツ腹巻き、ありがてー。シャッフルされてる。シャッフル、あ、そう、いつもすっごい適当にさ撮るからね。破れてはいる、破れてはそう、破れてるよ、破らずにもの。やっほーやっほー。ベクシュ、いや今日ね特典会の前にねくしゃみやばすぎて、ね、死ぬか。これ今ネックウォーマーにしようかな。あったかい、あったかいね。これ腹巻きなんですけど、この袋何か入れよう。レッスンのセンスでも入れようかな。あ、匂いするかと思った。かわいい。これあれや、クリスマスのツリー。自分のビル場に来たかった。来て来て。去年のクリスマスあったよね、資料覚えてるや。雑選手権、何が一番雑なんだろうって。これマジで今日も使えそう。あ、ありがとう、今日見た。なんかさ、この前さブレイズでさ紫と青色のさサイリウム振ってなかった？もしかして私と思ったけど、いや、それはさすがに自意識過剰すぎるかと思って置いた。思っていた、思っていたよ。2回連続出た今、トリプルアクセルって感じ。箱の機能が少し弱くなる。箱の機能すっごいいいネックウォーマーしてる。え、これネックウォーマーとしても使えるじゃん。あと、え、やっぱそうでしょ、もしかしてと。いや、まさかまさか、しおりの。カツ丼です。あ、こんばんは、カツ丼。クリスマスイブ、マジで、今世紀一番しおりちゃんに会いたいですから。楽しみですと、クリスマスアイテム見るとサビ。え、今日ね、ドンキ行ったん、ドンキの方が可愛かった。小林100均にさ、サンタの帽子あるからそれをかぶれって言ったじゃないですか。だけど、ビルバンで400円ぐらいのね、やつがね、ふわふわで可愛かった。
いや、すぐるちゃんには絶対に会いたいよ。すぐるちゃん、逆にしおりと過ごすなんて誰と過ごすんだい。いや、本当にさ、まださ、クリスマスさ、あの予定入ってなくてめちゃくちゃ寂しいんだが、ずっと見てる。かわいいリボン。クリスマスの1ヶ月前は入ってるから。VV VV 渋谷って書いてある。ミレバン21。かわいいな。ミッチーくん、君もだよ。君もクリスマスは開けときな。クリスマス前後しおりちゃんに会えなかったらその期間山にこもる。一緒に登山しよう。冬に、まあ、冬登山きつ。いや、痛すぎなんだが、そのね、12月のねちょっとやってみたい。でも24と25はレッスン入らなそうなの。なぜならその近くの日でもレッスンが入っているから。12月もね、結構もう3分の1くらいは入ってるよ。あ、そうだ、これがあるんや。早く聞きたい、その日なさい。手袋欲しい。最近ずっと欲しいの、手袋。あの、ミトン。去年ね、サンタさんじゃない。プーさんのね、白いモコモコのね、あのね、手袋ね、ゲットったんだけど。すごい薄いかったからね。ミトンのね、あのね、あったかいあったかいね。あれが欲しくなった。今。12月ワーマンない。ないよ。12月は。ないです。急に入らない限り。本当にうちらに、あの、はい、今入ってる情報的にはワンマンはないと思います。12月の予定、言うやつとね、1日ビレ版、時間ままだです。5日キースター、6日神田明神、これ12月なんですね。7日ツタヤオーウエスト、8日レニー、11日ビレ版。12日がなんかね、これよくちょっとわからないからちょっとパス。18日がサウザンドクラブ。19、20はすごいね、やばいやばいがあるけど、これはちょっと多分言えないからね。言わないけど、19、20はやばいやばいって思ってて、12月。これはツイートしちゃダメよ。あとは入ってない。あとはレッスンしか、レッスンがね、週に1回入ってる。あれ？この週だけなんか2回あるけど。1月は、あ、収録ばっかや。めっちゃ収録入ってる。リリースの月だから。なんかめっちゃくちゃリリースじゃないわ。収録入ってる。ライブはないかな。1月。2月やばい。楽しみやね。3月は。おー。きっと言えない。言えないばっかりやね。5月。今7月の中旬まで一応スケジュールはね、ちょっとずつ入ってるけど、ちょっと、ちょっと行っちゃいけない系ばっかりですね。結構リレー日はね、会場とかも変わるし、時間も変わるからね。と今のところって感じ。今までなんか急に1ヶ月に1回ワンマンあったからさ、寂しくなるね。ねえ。もうさ、コロナが今さ、第3波に来てんじゃん。また収容人数とかも限られてくるんだろうから、ちょっと辛いですね。早くいっぱいの人が入って、みんなが踊りしてベア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 声を出したらいいんですけど、くしゃみ出そう。
今パソコンに写真入れてるけど、しおちゃん目線、え、目線結構送ったけどちょっとブサイクだったらおじさんこんばんは、かわいい、あ、それはそう、あー一番恨みたんでした、お料理頑張ってのび太、のび太が今日なかったプレゼントを用意して、え、クリスマスの何の何の、え、何のな、え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 、師匠にね、クリスマスのプレゼントをくれる人はこれクリスマスのって言ってからください。こういうさっき開けたみたいな、あの日常的なんて言うんだろう、プレゼント、嬉しいプレゼントの時は何も言わなくてもいいんですけど、クリスマスプレゼントの時はちょっと盛り上がりたいので言ってください。かわいいか、かわいいか、夏に登山しようか、その時期に言い出すオリコンシングルオリコン1位祈願で、ってことは夏に登山するってことは今度は、あ違う、夏にオリコンってことは4月からまたリリーフが始まるよ一生リリーフしちゃう。12月の予定こんな感じです。だと何月何日入ってますかとかなら受け答えできますが、早くクリスマス入ってくんね、マジで予定入ってくんね。待って、11月の誕生日の日チェック、今来てる人あんまいないわ。11月いよたん、さっきまでもうちょっとだね、よたん少量しね、何月が多い、3月多いんよ、3月と5月が多い、あ5月なんか多くはなかった、3月が多いですね、やっぱ週と同じ誕生日の人すごいかな、あと何月が多いかな、1月少ない10月少な、4人しかおらん、怒涛のそれはそう、3チーム3チームそれはそう、3チーム見てる、なんでパスなんや、いつが、そう、ザマンス、みつきちゃんやばいやばい、なんで、あ、今日ゆみちゃんでさ、あのポッキーもらったから、みずきちゃんこれスクショして、ゆみちゃんとしおのツーショット、え、19日、マジやばい、ほんとにやばい、みんな、あ、やばいやばい、それかマジ言えない、これはちょっとマジで覚えとって、この時しおりちゃんの人はちょっと、え、その簡単にね来てって言える感じじゃないってことだけちょっと匂わしとくね、大丈夫、絶対ツイートしたらもうぶっ飛ばす、今日ディズニーストアでプーさんのキーケース買う、キーケース、ちょっとキーケースね、しおりにもねくれるって言ってくれる人がいるから、キーケース以外でめっちゃ切れちゃった、でもさ、めっちゃさ、冬のプーさんってマジ可愛いよね、冬のプーさんがね一番好きだよ、マジで可愛い、そしてプーさんのパジャマ欲しいんだよね今、全然見れてないディズニーさ、ちょっと目を離した好きなおじさん来てる、そうだよ、あまりあまりそうだよ、まりあまりさ油断しない、そうだよ、油断しちゃダメだよ、美女は小さい子は厳しいよ、小さい箱、小さい箱だと厳しくはないんだけど、やっぱりさ、今のディズニーみたいに一人一人のあの出演が限られてきますよね、少ないし、の曲的にも結構振りが大きいグループだと思っているので、ちょっと、あ今日なんかもう背高い人はもう上についてたと思う、センスが、あ、もこもこ、今日ね、これ今日はプレゼントでもらった腹巻きを首につけてみました、今日はここが腹、けいちゃんの腹入るかなとか言って
これからあげるプレゼント全部クリスマス。それはちょっと盛り上がっちゃう。言ってる、でもクリスマス、これが本当のクリスマスプレゼントだって人は言ってください。マジで気合入っちゃうからね、プレゼントに対しての気持ち。何それ、美味しい、あ、これ美味しいでしょ、これゆみちゃん、ゆみちゃん美味しいねって上さん早めに告知してください。いや本当そう、なんでもない。しおりちゃんが呼ぶ、自分が言ってたのさ、忘れてたよっていうか、あんた最近、あんたってじゃ最近大丈夫？本当に忙しそう。なんかツイートみたい、なんだっけ、なんかシフトのなんかツイートみたい、やばそうだった。頑張って生きて、ホテル取るわ。あら、なんだ話、おい、ダメだ、晴れればきょ、よ、きょ、せよ、ジャイプヨガぽよ、かわいくしてんじゃないよ。はるめき、ま、しかもこれ今日もらった、今日事務所に届いたのを愛理ちゃんが持ってきてくれた。愛理ちゃんが事務所行ったの、なんかなんかに、ね、なんか持ってきてくれた、なんか届いてたよって。あったちゃい、ゆみちゃんおいしいねとか、某原健太、え、そう、今ちょっと思った、ゆみちゃんに言っちゃった、相手がゆみちゃんだったら原健になっちゃった。原健の顔のメモにしよう、どんな顔だっけ、え、顔が思い浮かばない、垂れ目だけやって、すごい適当にやっちゃった。ハラケンの丸、味噌カツ食べたい、そうなんや、味噌カツたち、やばいやばい、焼けとったり、しゅ、優勝で、勝利は泣いて喜ぶ、本当に優勝できる、優勝、一年中優勝って感じ。もうちょっと関わらないで、ポリッツとポリッツ、ポッキーとプリッツ間違ってた、ポッキー vs プリッツだって。なあ、どっち派、それだとおっぽ派、それ若干やっとるが、最近はそんなに可愛い、なんだっけ、俺の妹が、何のやつ、ポリッツ、よ、読もうと、ポッキー VS プリッツって言ってた、ポリッツって言っちゃった。泣くのは泣かないでや。ガチで泣き、案件。あったかーい、マフラーだよ。俺の妹が可愛いわけはない担当。NDD です。寒い、おー、泣かせたい、4月めっちゃあるな、この日絶対来てみたいな日はちょっとまだわかんないレッスンとかで、あれよ、立ち位置が決まってもうガン決まりって感じの日だったらめっちゃ言うね。なんか私あんまりこう毎回こうさ、今日すごいみたいに言ったらさ、いつがすごいんだってなっちゃうから、本当にエディションの時は言いますね。ちょっとあるかわからんけどね、気づかず、え、なんか今すごいいい感じよ、あ、これやったっけかも、それで、これ欲しい、これなんて言うんだっけ、なんとか欲しい、もうこぼこの首巻きが欲しい、マフラーまだ出してないけど、ね、出さなきゃ、
そう、雁木待ってる日があったらいいよね。しおりちゃん、そう、しおりたまにあるじゃん、今日すごいみたいな。今日は3曲だった。何だったっけ、金魚、自分のポジション、ダンス、リマさんポジション、パ、最初パンに出ました。歌はすすさんポジション、ネックウォーマーか、それがいいね。しもこもこの靴下この前買ったんよ、6個。めっちゃもこもこ、あったかいよ。でも、今日さっきイメージキットみたいなの、これしかも長い。影森本当にいいでしょ。エディション。そういう時もギャーって言うね。まあ全部何でも嬉しいけどね、ライブはさ、出れるだけでさ。なんかそのうちめちゃくちゃ人数が30人とかになったらさ、バンのあれはちょっとあの私がこうやって言ってた子が間違えて入ってて、いつに私がそこに入ったって感じ。でしかもその時一番困惑してるのがアイビちゃん、見てた。でもすごいことしてる。まあ水曜ね、ちょっとびっくりとかね、内緒にしてね。そこだと思ってたっぽい、分かった。えじゃあギャーって言うライブね、あったらいいけど。まあでも毎回のライブでさ、まあ今やったら何曲見てー、何曲対バンだったら4曲くらいで、まあリレー目だったら7曲6曲か7曲くらいじゃん。さその中で1曲とか多かったら2曲とかさ、落ち旅とかセンターとかできるの、めっちゃありがてえ、マジ頑張ろうって感じ。だからこそさ、こう歌割りが もらえてるうちにさ、いつかなくなっちゃうかもし、からんけど、もらえてるうちにそのところをもらったところもこう全うできるようにね、頑張りますよ。なるほど、頑張ってそこを覚えてたっぽい。少し今日は立ち、めっちゃこれきつっ。この圧迫してるのがいいんだろうね、ミルキットぐらいパンパン、めっちゃいいよ。みんなこれで寝るときに、あの足遅くなりたい人がいました。これをやって、足元の上、足の上とかに枕とかを引いて、足をねこうちょっとこう高くしてたら遅くなったりね、あの血流よくなって、足痩せ効果とむくみ取り効果があります。ダイエットのオタクが語る。じゃあめっちゃあくびするやん。でもすごい可愛いことするから待って、それは警察見てお寝にタイム、みんなに布団かけてあげよう。見て足光ってる。あと冷えてる。足照明がめっちゃ当たってる、足漏れてんだから。かわいいよ、足かわいい、みんな顔違うよ。やあやあ
スクショしていいよ。明日も組みよう。めっちゃいいよこれ。こういうの好き。お父さんより見せしそう。そう。穏やかな顔、潮のパパぐらい優しいかも。潮のパパね、優しいのは本当にふわふわしてるパパ、へへへへへへしてるパパ。パパはシャキッとしてる。多分両方ともちょっと頭のネジが外れてる。特にパパ靴下警察発動。気持ちだ。やっほー。そう、足指家族かわいい。あ、しおりちゃんかわいい。君に見合った。5人で布団一枚。それはそう、寒い、死んじゃう。雪だるま。娘に甘え、パパさんたちは多い？パパでもあんま怒られたことない、パパに。何してるのかちょっとよくわかんない。あごを骨折しました。あ？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 んうんうん、最近なんかマリアさんがめちゃくちゃさ、小に甘い急に言う。毎日可愛いって言われるんだけど、髪がマフラーとか髪周りでもこってなって、小ちゃん舞い上がった。なんだろう、髪がマフラー、あ、こういうこと、もこってこういうこと、これが好きなタイプの私だ。違うか。ん？わざとやろうじゃん。今から可愛いって思ってもらえる。これは、いや、わざとやるけど、自然に、作られた自然に今からやるの。キノコになっちゃう。難しい。どうやるの？こういうこと？ずっとあんまできてないってこと？くそれって言って。ちょっとこれはなんかショートカット。こういうこと？やすい？自然が一番いいの。こういうこと？違うか。そこごと？こういうこと？ちょっとわかんないな。かわいい。いつが？いつが？そう、そろそう。あ、かわいい。ルイタンが発動者みたいな。あと今。あと全部。どこ？どこ？こっちいい感じ。こっちがうまくできんね。ここにも。ちょっとわからない。うん。あ、こういうこと？今すごい作ってる、これ。どう？すまねえすまねえって言ってるけど、マリアさんなんて、そう、しゅうちゃんかわいいねっていつも言ってる。さっきしゅうちゃんがいつでもかわいいのは事実なので。今日そういう人、今日褒める人どう？噛んでる。最近マリオさん結構可愛いと思ってるから、やっぱりこれラビタに恋してた。ってこと？
スルスルくしゃみ。ちょくすぐちゃんスクショしていいよ。同じ顔から見せ。あ、こもこになっちゃった。あ、見えんじゃん。見て。見て。作られた自然。これ好きかも。モコモコが欲しいのもモコモコの上。マフラーとか。可愛いわ。疲れる。そういうこと。疲れるじゃん。疲れるって言っちゃった。疲れるだった。疲れる。可愛い。可愛いわ。疲れる。ってこと。これが一番高いよ。これ。これがいいね。うずすぎてちょっとついていけない。トカトカしてる顔が。ちょっとうって時の顔が好き。なんか見えないよって。すごい雪のせいだから、雪の妖精だから。妖精たちの。ここにも川。え、いつがどこが何がどこで。フルボーマーよいしょ。お、そうしたはみ出て。どうやってやったら可愛くなるんだろう。どこぐらいがいいの。ちょっと難しいな。あ、これ追加でもしなくて。あ、こういう感じ。あ、ちょっとよくわかんなくて諦めた。そうか、俺たちが可愛いって言うと、そう可愛いって言うの嫌いなの言われるのだった。嘘、全部嘘。可愛いすぎてすごい。違うよ、マジで可愛いっていうか、それはそうって言ってるよ、いつも。疲れてるしおりちゃんも可愛すぎて、もうキュンキュンって大宣言だよ。キュン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 。雪の妖精、妖精たちの。その見えてる範囲をマスクつけてるから。ここ、ここ。もとれた知らず、キュンキュン、なんかでも最近なんか言ってるよね、よくなんか、なんかの人が。趣味してよくわかんない、キュンキュン、キュンキュンキュン、なんかだ。なんかだ。ちょっと難しいんだけど、すぐちゃん今度やってくんね。うん。外って何が寒いって耳だよね。今日のさ、ま、髪いい感じ。いい感じだった。もうちょっとで終わろう。うん。それはそう、言いすぎてすまね。全然だよ、早く一番に言って。いつも遅いから。みんなに負けてるから。そこがいい、可愛いんだけど。それもさ、それもさ、それもそう。芸人明日的な。今日も6時頑張って。早いなけど頑張ってね。9時半は早すぎる。すくみずで見てきっと履いて猫を待ちて。え、確かに。もっと温めなったよ。そこで、プラスでまた発酵することがあるよ。早く買い物デートした筋。え、しようね。でも一緒にさ、本当にさ、おねだりするのが下手だから、うん、ごめんね。今日チョコエッグしかおねだりできなかった。お買い物特典。
苦手。あ、好きだけど、すごい好きだけど、あのどうしようって。この世の中の21歳ぐらいの女は、こう買っても何でも買ってあげるよって言われた時に何を買ってもらうのかちょっとわからない。しおりやってくない、僕ブボブボブ。何その声、豚、何その豚って言う方。それはそう、しおりちゃんの笑顔のために補導されたいっす。あ、自分は犠牲にして生まれ起こしてね。わかった。全然起きれない。6時半爆睡中。あとはこうしてブレイクダンスとか。ブレイクダンスか、一番何がやばいだろうね。発酵してフラダンスとかかな。僕ブレイクダンス習得します。でもめっちゃあれしそう、あのあれ良さそう、運動神経。平日ピエン、ピエンだね。平日がきつらいの、土日の方が来やすい。土日はね、確かに少ないね。全然ないわ。土日、あ、ここか。あ、14日池袋タワレコ、タワレコじゃなくて多分パルコの屋上なんかかな。14日が池袋で14時からと、あと28日の土曜日が池袋で何時かは決まってない。行かないで、全然。もうこれから入るかもね、わかんないけど。発酵までしたら確実に倒せる。確かに職質ブブブブは話すごい量出たね。これ買いなってチョイスするスタイル。買いな買いな、どうしようってなっちゃう。発酵して新宿区、新宿区警察ぶっ飛ばし、そうしてきた。めちゃくちゃ逮捕されそう。そう、土日、土日、あ、土日が来やすい方なのね。うん、でもさ、お仕事とかにもいるよね。土日祝日の方が来やすい人もいれば、平日の方が空いてるみたいな人。来やすい時に来てね。次のライブ14だっけ。なんかさ、リリベが増えてきたから、普段のライブにプラス、普段のライブ減ってきたけど、全然ライブ的にはめっちゃ増えたから行ってええんやで。あの確信っていうか、あのえなんていうか、これですは言えないけど、ちょっとに合わせることならできる。ミヨーン。こうちょっとずつね、できることが増えてきてね、嬉しいね。最後に1個だけ聞きたいんだけど、この今かぶってるような、あのこれがさっきつけてたカチューシャだったらどっちが好きですか。これはちょっと聞きたいこと、みんなの好きよ。なんか結構私欲得展開とか増えててさ、髪飾りどうしようかなってなるのね、そういう時に。スキューバのなん、え、これカチューシャか、これだったら次22のかな。ねえねえねえ、次そうだね、青ね。確かにミッチーくんと会ってる日って考えたらどれ違うか。これもそう、あくび一致しちゃうんだよね。先生だ、めっちゃあくびしちゃうさっき配信中。隠す時もあるけども隠さなくなった。今日も持つね、ありがとうね。今日も割と配信して、最近長くなっちゃってね、ごめんなさいって思ってる。今日は終わろうかな。これ3分間目つぶったら 100% 寝る。カチューシャかわいい、わかった。徳井ちゃんはカチューシャ派だった。
ありがとう。おやすみ、おやすみ。みしょうさん、お疲れ様、ありがとう。最後までいたのちょっと久々、ね、もしかしてってか、みひろさんがこの前作ってくれたさ、送ってくれた写真めっちゃ良くて、今さそれに変えようかめっちゃ迷ってるから、ね、ありがとうって言いたかったの。眠とそうなしおちゃん、かわゆありがとうヘイチちゃん、早くヘイチさんとしゅうじさんの連番が見たい。連番っていうか隣一緒に来てるの。深くおやすみ。配信楽しかった、そうやって出てくれるとありがとう。デビタお疲れ、おやすみ、ありがとう。ラブハリケーンハリケーン、何じゃあこれ祝福してしょうちゃん大好きってツイートしてから寝てください。しゅうちゃんあの人飛び回ってね、もう結構最近飛び回ってるけど今日もたまに配信来てくれたり、たまに今あの構ってくれるか嬉しいけど、みどまやすみー、好き、ありがとう。それツイートしてないけど、昨日もツイートしたけど、なんか昨日めっちゃ顔がなんかパッチリした日だったから、今日はね普通小籠包食べたい。小籠包の宿舎する、今日の小籠包です。今日肌きれいにやる機能使ってなかった、今気づいた。見てこれ、肌きれいにする機能したらこんなになります。やるの忘れてた、元に戻そう。まあ、そういう日もありますよね。今日の小籠包です。気持ちおやすみ、ヘイチさんおやすみ、しゅうちゃん大好き、ラビタもしゅうでも大好き。今日もありがとう、こちらこそありがとう。お仕事お疲れ様よ。こじたおしみ、今日のラブ坊主、これ顎隠せるよ、ほら。とった、こじたおしみ、明日は普通だ、明日何もなかった、また明日。次の対バンは15日なので待ってますよ。トタ、よかった。トタ、ただ、しおりみたいになってる。また明日。両方にそれついてる。あ、これ？これなんか、今日ね、久々にやったらいいなと思って、またやる。くしたんしみ。バイバイ。しんこさん、今日ありがとうね。DJ の時マジで優しくて本当にありがとうってなった。優しさは正義よ、あなたの。またねー。